曜日やからな、タイミングとしてやっぱこの辺に来たか。予告リミットレギュレーションの適用についてということね。サムネの人誰ですか。以下の日程でリミットレギュレーションの適用を実施いたします。これいつもの内容で、じゃあまず禁止になるカード、ナンバーズ86、HC ロングミアント。てかロングミアント禁止になんの？なんかゴシップシャドウがなんかロングミアントね、今までなんかゴシップシャドウがね消えたけども。いやじゃあ初めから禁止にしときよっていう。ロングミアント禁止になんの？じゃあエヴァイブゴミになるやん。そう、最初期にやれっていうかね、まあそのゴシップシャドウを禁止にするタイミングで良かった気がするけどね。別に今の環境でロングミアントってそんななんやろな、あのまあ現役手段も使えないし、これなんかその1年後っていうかその今の OCG でロングミアント暴れてるってこと、これそういうことなん。ちょっとわからへんねんけど、今のその OCG の遊戯王の中でロングミアントっていうの暴れてんの？ちょっと噛み合ってる人ちょっと教えてほしいんやけど、もし暴れてんやったらまあ事前規制みたいな感じで禁止になるのはなんかわかる気がするけど、あ、シングルのロングミおもんないだけなんや。じゃあなんでこのタイミングやなんやろなっていう。マジか、エヴァイブがもうゴミカードになっちゃうから。そう、あの、ナンバーズエヴァイブっていうカードがあるんよ。ゴミ出し消えてもいい。待ってな。右下のブロックゴーレム禁止にすべき。あのナンバーズエヴァイブっていうカードがあるんやけど、エヴァイブゴミカードならへん。エヴァイブで出すカード何なんねん。俺あれ課金したのに。おエヴァイブ民発狂やろ。三戦の棒が来る前に禁止した説。これ。このナンバーズエヴァイブっていうカードがね、ロングミアントを出すカードやったんやけど。俺これ課金したのに3枚作る。じゃあもうこれもうゴミカードになったってこと、これ。これね、面白いカードで、ロングミアントやったらその、ナンバーズ86を出すのに、このナンバーズ86を出すために、その、86の数字をね、かき集めてやるっていうカードやったんやけど、マジ？ちなみに、みんな的にはその、ロングミアントの禁止についてはどうなん？この、もう、あれなん、妥当っていうか、納得できる感じ。まあ、よくはないもんな。出されたら罪やし。まあ、面白いカードではないよな。まあ、先行で出されたら何もできひんみたいな、そんなカードやしね。なんか、ロングミアントを、禁止にすんやったら、これも禁止にしてほしいんやけど。なんか、ロングミ規制ってか禁止にするんやったら、この DDD 下流がもんないから消してほしいな、これ。なんか、最近流行ってるんやけど、クシャトリアにもなんか入ってたんかな。なんかね、エクシーズ召喚すると、フィールドのカードの効果無効化されるって意味わからんせん。あ、佐々木さん200円、発金ロングミできなくなるので引退します。佐々木さんすみません、ありがとうございます。佐々木さんいつもありがとうございます。俺もちょっとナンバーズエヴァイをちょっと心を痛めてしまうな。下流が禁止にしてほしいわ、それやったら。下流側でもあれなんかな。でもロングミアントついに行ってしまったか。いやーなんかな。でも俺いろいろロングミアント思い出あるからな。なんか、まあ、ナンバーズエヴァイもそうやし、現役師団でも結構使ってたから。いや、まあ、おもんないカードではあるけど、なんか、ホープ使いの人、いや、まあまあ、そうやね。ホープ、なんか、レベル4いっぱいいる、なんか、ホープ使いとかまで入れてる人おったけど、ロンゴミ行ってしまったか。じゃ、もう一度ちょっとコメントの方で、ロンゴミアントの規制は妥当か妥当じゃないから、皆さんコメントの方よろしくお願いします。ナンバーズエヴァイモン持ってるかどうかとか関わらず、まあ、環境的な視線を見て、ロンゴミアントの規制は妥当なのか、それとも不満があるのか、妥当か。アンケート、でも妥当、だなコメント見ればでも妥当っぽいね。みんなハッピーになった。キモいから妥当。妥当発金ロンゴミはクソゲー。まあねー。
ってことは発禁令もあれか、ごみ、まあ使ってたけどもう知らん、みんなハッキーね、だそう、だそう、これ一応3枚ずつ持ってるんやけど、この2枚がまあだ、でも実質ロンゴミキルイコールこれもういらんもんな。当たり前、まあ、たまになんか発禁令でね、あの裏なこのターン打てなくさして展開倒すみたいなのあったけど、それと墓の指名者でいいやんってなるもんな。発禁令もだからもう使わんよな。ね、自分が展開デッキ使ってて、まあ G 打たれないから G 先宣言とかもあるかもしれんけど、あんま見ないしな。まあ、G とか、まあ、裏なか、裏な先宣言とかね。はぁ、ロンゴ見てしまったか。じゃあ次のカード見ていくか。いやー、ロンゴ見ちゃったかー。じゃあ次。コセンベイ、アギト。コセンベイ、アギト、俺、石津のカードやね。まあ、禁止になんのか、ついにこのカード。まあ、このカードもね、もう、おもんないカードでみんな禁止にしろ言ってたけど、なんかパッと見たんやけど、もう一体の石津いなくない？アギドはだそうだね。ああ、センベイ、ロンゴミテキーマルダシの2番。あれ、もう一体の石津どこ？だと、石津は全部禁止でいいの。いや、アギ、正直その、アギとも強いけど、ケルベクの方がやばくない？ナイス禁止。まあ、やってるアギとかケルベクどっちが強いとは、ケルベクの方が強いんよ。誘発としても使えるし。ケルベクは制限。え、ちょっと待って、なんでアギトが禁止やのにケルベク入ってないんよ。 UR バリア、ケルベク制限、 UR バリア、でもなんかもう VFD の件もあるし、 UR に固執しないなんか体制みたいな、遊戯王マスターデュエルはそういうのなんか最近ね気づき上げてきたけど、ケルベクは UR だから、ね、その直名もそうやったんや、直名もバニティスペースも VFD も全部 UR やったけど、まあそれね、ロングメアもそうやし、アギト禁止な、アギト禁止でケルベク禁止じゃない。これはどういうことなんだ。サムネ作ってあるのになんで知らないふりしてるの。いやーでもアギトでもな、別にまあこれ石津のね、アギト、あのアギトケルベクはマジでまあよくないカードやったからな。まあいや次見るか。究極原神アルティミトルビシマールキン、これはねワンキルするからね、まあこれはまあ禁止でもいいか、さすがに。これはね、なんていうか、マシュマック作っ、なんかそのリンクリボーなんか2体ぐらい作って、でそっからアハシマ作って、でアハシマでなんかその特殊召喚しながらアハシマにつなげて、このアルミトルなんとかを出してなんかワンキルするみたいなね。まあこれはまあ妥当なんかな、どうなんやろ。マシュマックを禁止にする、方が良かったか。あ、マシュマックが UR やからか。なるほどね。まあ、ワン、いや、なんか、このゲームあれやな、ワンキルに対してのなんかその、規制を重くかけるよ。まあ、悪いことじゃない。まあ、全然いいことなんやけど。そうね、マシュマックはテーマはあれなんや。でも、あれはね、まあ、正直だから、その、おもんないカードがどんどん消されるって感じやね。ロンゴミアントとかね、このアルティメイト、まあ、だから先行ワンキルとか、まあ、その前のペンディラムのね、あのやつもそうやったけど、やっぱワンキルにを助長するようなカードは、軒並み最初に規制かけちゃうみたいな、そんな感じなんかな。別にビシバールキン、なんか意外なとこやったね、でも。まあでもこれもね、よくないカードやったからな。で、次。ちょっと見えへんか。泉もぶち込んで欲しかった。ブロックワンキル行くか。はい、ブロックドラゴン。マスター、デュエルやってるやつって情弱多いよな。86は HC のマジ。え、ブロ、え、ブ、え、ブ、ブロドラ禁止なん。え、ブロックアダマシア死んだやん。ハルケショウも死んだでしょ、これ。だけどコーディネラル禁止じゃダメなの。面白い効果なんだけどな。え、ブロックドラゴン禁止なん。ブロドラ様最高の規制なんで知らんねん。最高。え、これでも海外では禁止やけど、OCG って禁止やったっけ、ブロックドラゴン。岩石の死を宣言してるから、元アダマシア使ってた自分からすると、まあでもまあ、あのカードも良くないけどね、強すぎるし。あ、ナチュルと組むから関係ないんや。あー、ジェムナイトの先行関係に絡んでるからってことか。なるほどね。まあそれはそういうことか。ワンキルはなんか規制されがちやもんな。ナイス、アダマシア
いやでもまあ普通に考えてさ、やっぱね1枚のカードが3アド取りつつ、ターン1内から毎ターン蘇生でレベル8を無限に供給できるっていう意味で、まあ、その遊戯王においてそのリンク数を増やすっても強いよ。その最終盤面がこうブロックドローンいるだけでマスカレーナ作ったりできるんや。という観点から考えるんやったら、白雪はなんで規制ならへんやろね。ブーブロックドラゴン禁止記念です。どうでもいいカードは飛ばして、メイルをちゃんと交換しろよ。マジ佐々木さん1万円、ブロックドラゴン禁止記念です。ありがとうございます。赤スパありがとうございます。佐々木さんありがとうございます。ブロックドラゴン禁止記念ありがとうございます。どんだけ嫌われてんねや、ブロックドラゴン。ブロックドラゴン嫌われすぎやろ。まあ確かに、ね、まあ、アダマシア、だからアダマシアはいいデッキやのに、そのブロックドラゴンあるから、なんかその、なんか岩石族みんな嫌われてるみたいなのあったもんね。あ、ありがとう。いや、1万円はやばいわ。ちょっとやばいな、ちょっと。いや、ちょっと待って、1万円はやばい、1万円。ちょ、1万円はやばいな、ちょっと。ありがとうございます。ちょっと今月も遊戯王の配信とかね、活動、YouTube 活動頑張ります。いつもありがとうございます、本当に。いや、ちょっとやばいな、1万円は。1万円はやばいな。1万円やばいね。1万円、いやでもブロックドラゴン、みんなの中でさ、ブロックドラゴンは禁止は妥当か妥当じゃないか。まあ、佐々木さんは多分まあ妥当と思ってるけど、ブロックドラゴンの禁止は妥当か妥当じゃないか、どっちやろね。じゃブロックドラゴンのポーズをさせていただきます。こんなんか。まあ、妥当か。ちょ、俺マジでこんな制限書いてて赤スパ来ると思わんかった。あ、禁止のカバー持ってるか。まあなあ、ブロックドラゴンは。今後な、今のさ、その、今の OCG はブロックドラゴン悪さしてんの？いやー、ついに行っちゃったか。ちょっとあれやけど、でもせやけど、ブロックドラゴン禁止になるのに白雪が禁止にならんな、俺でもほんまに分からへんわ。ブロックドラゴン禁止になるのに白雪禁止にならんのは分からん。同じようなもんやから、やってること。結局ブロックドラゴンもその、レベル8並んで、なんかその、もういったモンスターいたら、リンクになれるわけやん。要はその、モンスターが勝手にいっぱい増えるってことは、リンクにつなげられたら、マスカレナとか作れるわけなんよ。だから、白雪もそうで、いやまあ、これね、いや、白雪も同じようなもんやと思うけどな、アドの取り方違うけど、リンクを伸ばすって意味ではね、やっぱ復活する面が一緒やから、まあ、サーチの部分は全然違うけど、ブロドマさん、まあそっか、サーチが良くなかったか。でもついに行ってしまったね。じゃ次見るか。ティアラメンツメイユ。この規制内容だったら白雪まだ許せるかも。白雪ちょっと使いづらいかも。メイル禁止なの？え、今後のティアラメンツはハウニスとシェイレンだけで戦うってこと？いや、ま、いやな、制限かなと思ったけど、禁止なんや。OCG ってあれやんね。ティアラメンツって全部制限になっただけやんね。メイル禁止マジ？今の OCG 確か全部制限やんね。その、メイル、ハウフニス、シェイレンみたいな。いや、メイル禁止痛いよ。だってスプリンドでレベル2落とせなくなるし、ねえ、まあ、だから今後のエルフの活用方法としてはやっぱディバイナー出して、石津ディバイナーのルートになりそうやんね。いや、メイル禁止、いや、これどうなん、これ妥当なん、これ妥当、いや、これどうなんやろ。俺制限でよかった気がするけどな。禁止にすんのか。いや、制限妥当なん、これ。禁止にされると、さすがにもうティアラきついのかなと思う。
OCG の下級規制の方が緩いレベル。メール禁止って妥当なん？ちょっと怪しい、重すぎる、やりすぎだろ。ジュンティアラ崩壊、蹴るべく一枚やぞ。ちなみにティアラメンツキトカロスっていう単語は一個もないんやけど、これあれなんかな、そのキトカロス禁止にしないからメイル先に行ったみたいな、そんな感じなんこれ。環境変えよう、ここのコメラの当てにしてはいけない。え、そういうことこれ、あのキトカロスが禁止にならないから、キトカロスの身代わりとしてメイル行ったってこと？制限だと暴れてるもん。キトカロスは生きた。キトカロスの代わりは。まあでも、いやどうなんやろうな。でもまあどっちもなんかそのデッキの潤滑油ではあるけど。まあメールの方が痛いか。でも確かにな、初動っていうかね、やっぱメール落としてキトカロスに繋ぐみたいなね、メールあってこそのね、キトカロスみたいなあるもんな。メールの方が痛いよ、はっきり言って。キトカロスよりきついわ。次はハーフ。いやーでもさ、今までその今まあ3回融合っていうんかな、要はそのメールキトカシーレーンハーフニスの3枚のカードで融合召喚を行うっていうのが今までのティアラメンツやったんやけど、これ2枚になるっていうのは相当な痛手やんね。まあ俺もね、世界大会の予選でね、もうティアラメンツもう死ぬほど使ってきたし、まあ自分の自己評価の中でもね、やっぱティアラメンツ一番練習した自負はあるんよ。自負だけはね。だからそれだけやった俺から見ると、いやーメールは痛いな、やっぱメール痛いな。ティアラメンツめっちゃ使ったからね、本当に。ティアラメンツ死ぬほど使った自分からすると、この規制はちょっとな、まあ制限でよかった気もするな。なんか別にキトカロス禁止でもいいから。ちょっとな、どうなんやろな、これ。でももう個人的にやけど、ティアラは間違いなく今月は弱体化するやろ。いつなんや、いつからなんや。あ、9月の1日からなんや。早くついて、プレイングブロかった。ああ、まあ、ティアラは間違いなく弱体化するんじゃない、これ。弱体化しそうやんね、これ。こんばんは。この規制なに、早くついて、生軸に戻ろうかな。ハウゲニス4。ちなみにエルフはなんで規制ならへんかったやろ、今回。俺がこの前上げた動画の中に、確かね、禁止は、エルフっていうカードがあるんやけど、エルフは禁止にならへんねや、今回。お楽しみください。混ぜ物しないときついやろね。早く次のカード行け。道は売り。ああ、でもエルフ弱体化するとか、スプライトがいっちゃうのか。そういうことか。そういうことか。エルフを禁止にしてしまうと、スプライトがもう、ダメになっちゃうのか。もうエルフいないスプライト弱いもんな、絶対。ああ、エルフのね、やっぱ対象って、やめ、今の環境思うけど、その、エルフのその、対象の体制がマジで強いんやな、そのスプライトも、ティアラメンズもそうなんやけど。いや、どれだけみんな遊戯をやってきてさ、そのエルフの対象体制つまんなと思ったことも、もうみんな思ってるやん、その遊戯をやってて。俺も腐るほど遊戯をやってきたけど、もうエルフの対象体制のあそこに誘発打てないってのがマジでしょうもないから、ほんまに。要はそのエルフがいる限り、その、効果が絶対通るみたいなもんやしな、その復活もあるやけど、エルフのリンクマーカーの先にモンスターがいます。そのモンスターの効果絶対通るからね、ほぼ。そう。ねえ、そのエルフの効果で釣り上がったその、ティアラメンツメイルの効果止めれへんからな、基本的に。なるほどな。おお、清水さん、そういうの見てない。ヒンメル禁止。清水さん、ありがとうございます。清水さんもありがとうございます。いつも。ありがとうございます。ヒンメル禁止になったらもうこのゲーム終わりやろ。俺この前、ちなよってヒンメル、いや、ヒンメル禁止になったらもうこのゲーム終わりやろ。戦闘機が禁止になるぐらいパワーがそんな、ねえ、インフレとか、その弱体化っていうか、そのデフレすることないでしょ、そんな。清水さん、ありがとうございます。いやー、でも、ヒンメルはやな。でも、情報修正してほしいぐらいで、ほんまに。まあ、あれやな、でも、まあ、じゃあ、一旦全部見てみるか。
まあいろいろちょっと言いたいことはあるけど、ちょっと一回全部見てみよう。次、制限となるカード、楽園融合。初動だいぶ弱くなったしな、エンゲージ返ってきませんでしたね。キンメルは緩和してくださいこれ。 OCG も楽園融合って制限やったっけ。検討されてるスプライト、バラ楽園融合制限か。まあでもこのカードはな、もう強すぎるからな。まあ打倒か。まあでもやっぱね、愚かな埋葬を2枚打ちつつ融合モンスター出るとかいうカードやから、まあ打倒ではあるか。なんか最新の環境の考察みたいになってるけど、これ数ヶ月も前のか。イカ略、いやー、楽園融合なー。でも、ちなみに楽園融合制限だったらデスペアって死ぬの、今の環境の。その、ビーステッドか、っていうテーマあるけど、楽園融合1枚だったらきついか。まあ、サーチはできるけど、まあでもやっぱその、すびきが可能性低くなるからな。かなりきついよな。だって楽園融合が一番その、一番その通した動きなんよ、楽園融合は。要はその楽園融合打てなかったら楽園ビーステって弱いやん、結局。楽園の一騎自体がその楽園融合通せないかったら弱いから、楽園融合が通らない、そう、ここだけに本命かけてるデッキやから、ただねさえ最近の環境で楽園融合打たれる前、うららずとがめられるのに、楽園ヒメル。楽園ヒメル何で落とすんやら、ヒメル融合できんのか。いやー、でもリソース回収かなり厳しくなりそうやね、これ。リソース回復が難しそう。うららは今まで以上に刺さりそう。そうやね、うらまあ、そうやね。うらら刺さりそうやね。あ、60枚厳しい。じゃあ次見るか。隣の芝刈り。てかスプライト制限しすぎじゃん。制限。10秒の制限であまり意味ない。イカ略。回収できるからまあいい。のし、いや、芝刈り、禁止じゃないんか。なんか、えらい、あれはね、ちょっとずつ規制かけてくんな。でもこれ昔はね、3万入ってたんやけど、なんか、無制限、準制限、制限ってね、なんかあの、階段1個ずつ降りる調整してくるんやけど、こんなんさ、いや、ま、禁止でいいよな。いや、芝刈りは禁止でいいと思うわ、俺。どうせ入れても意味なくなるから、オケ。無制限の時はほんまに頭おかしかったけど。あんなカードね、3枚入ってる意味わからんかったけどね。意味わからんかったけど。いや、制限、いや、制限だってもその、だから楽、その芝刈り制限やからさ。制限にするくらいなら禁止でよくね。がっつり言ったな。でも多分やけど、禁止にしちゃうと多分あれないよな、その、60枚デッキの、いいとこがなくなっちゃうみたいなありや。まあ、最近はなんかその、芝刈り入れない60枚もね、結構増えてるけど、やっぱりその本来のね、遊戯王のその60枚のメリットって芝刈り入れれるとこなんよ。まあ最近は結構パワーがインフレしてきてるから、芝刈り入れない形もあるけど、でも本来やっぱ60枚ってのは芝刈りに、ね、頼ってきたってのあるからな、正直。サワンで切る、いやでもサワンってでも展開デッキには使わへんやろ。ワンキルのイメージだけど。芝刈り、行っちゃったか、ついに。でもさ、みんなさ、芝刈りってさ、禁止か制限やったらどっちでもいいと思う、みんな。俺も禁止でいい派なんやけど、芝刈り多分もう禁止でいいよな、これ。石津も同様に、遊戯おもんねーってなる要素の一つやから、禁止でいいよな、もう。制限で満足してんのか、みんな。制限で満足してんの、ほんまに、これ。隣の芝刈り制限でみんな満足してんの、これ。まあ、多分やけど、でも半年後ぐらいになったら禁止になってさやな、ワンちゃん。でも、60枚売り出したいから、運営的には1枚残すみたいな、そういう考えもなんか、考えられそうやんね。なんか、やけに芝刈り守ってくるからな。こんなスラム街で文句言っても意味ない。
ワンワンさんこんばんは。まあそうやね。じゃあ次制限。古戦で蹴るべく、あ、蹴るべくやっぱ制限なんや。蹴るべくは禁止にしなくてよかったんかこれ。誰やスラム街以下とか言ってる人。え、蹴るべく、蹴るべく禁止じゃなくてよかったん？もうそれ UR バリアとかも意味、あの、そんななしにしてさ、ケルベクの方が優秀やん、性能的に。なんなんその UR バリアやか、その、環境に悪影響を与えてるカードやのに、UR やからというだけで、アギと禁止でケルベク制限なる。な、これはあれやね、どうなんやろね。まあ一枚なら許せる。でもこれあれやね、石津もかなり弱体化されたな。ムドラケルドが11ね。で、アギト禁止やから、ケルベク、もうほんまに石津3枚しか残らなくなったね、入れれんの。俺、ケルベク、でもケルベクね、あの、ロイヤル加工持ってるから、まあ禁止になる。いや、その、ね、ケルベクはね、一応ロイヤル加工を持ってるから、別に運営と別に癒着してるわけじゃないし、運営のね、運営とこう別にね、その全然関係性ないけど、まあまあ、ロイヤルやから残るのは。俺、アギトはロイヤルじゃないからな。まあ、いつかでも禁止になりそうやね、ケルベクは。じゃあ次。スプライトジェット。え、ジェット？え、ジェットこの前ならんかった ?1 ヶ月前に。え、ジェット、制限？え、ジェットはこの前制限ならん、あー、これ制限、準制限だったよね、この前。制限なんのこれ。ジェット制限は結構痛いな。これも妥当。仕方ない。え、ブルーが純制限やったっけ今。ブルーが純制限で、ジェットが制限。スプライトかなり厳しいな。だと、ジェット予想してた。まあ、スプライトでもな、先行制圧、まあ、インチキすぎるからね。ブルーからジェット。これでも他が弱くなったからスプライト競争。ジェット規制は辛そうか。まあ、あんまりスプライトは詳しくないけど、でもやっぱあれやんね。ジェット1枚ってことは、要はその、すびきしてる時にはその、繋がるってことやんね。それジェットがその、多ければ多いほど、ジェットを手札に持ってる時に、ジェット特殊召喚でスターターいって動かせるから、まあ、単純にその、展開が伸びるやん。そういうことやんな、その、そう、手札に持ってる時に、もう持ってるだけで展開が繋がるから、失礼。そうやんね。で、次、着替え、失礼。昨日ね、飲みすぎて喉が、失礼。着替えるが、制限カード。ほう。え、着替える制限だ？かなり手痛いと思う。他のギミックに頼らないときつくなった。レベル2減れば減るほど誘発で止まるし良いな。レベル2はまあまあ。え、着替える制限なん？三尾さんか。着替える制限なったん？鬼ガエルも妥当やね。反省しろ。あんなに楽しそうな帝王を初めて見ましたよ。ちょっと今日の飲み会はね、また夜の雑談でちょっと話そうかな。ちょっとこれをね、今制限回転やから。喉がね、やばい、マジで。喉がマジでやばい。酒焼けして本当に聞き苦しい、声で本当に申し訳ございません、本当に。本当に申し訳ない。で、着替える制限ってことは、ジェットが制限、着替える制限ってことは、スプライトはもう無理なんか環境的に。え、環境的にそのスプライトの立ち位置はどうなんねん。かなり厳しいんじゃん、これ。なんか、あれやな。どん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 、あれやね、強いデッキ、がっつり規制かかっていって。いや、でもいいよね。でも、いろんなデッキが活躍するのはいいことやからな、でも。まだやれんの？え、これでもやれんの？ジェットが制限、着替えるが制限なってもやれんの？つまり、最初の1ターン目しか使えないスプライト展開、鉄獣スプライトになると思う。そもそも、着替えるが制限になるってことはさ、着替えるもデッキ入らんってことや。要は、着替えると生き返るあって、生き返るで着替えるを出すってなるから、
スプラ時代はこうマスカレーナ作るのちょっと厳しくなるんじゃないか。そんなことないのか。これはカエル王さんも入らなくなるから絶対に。着替えるのいるか、着替えるがいっぱいいるから、その生き返るで展開伸ばすっていうのがあったよ。そう、入れる意味がなくなったから、まあビーバーとかアンコウに頼る感じか。エルフとスクリーンドさえあればどうとでもなる。入れる意味がせね、ビーバーと、アンコウに頼る感じかな今後は。多分そういうこと。あ、でも3で、あー、なるほど。一回初期に戻って現場ギミックになるのかな。確かにな、カエルが無理やったら深海のビーバーを入れる形か現場ギミックを入れる形の二択があるんやけど、また鉄獣か、鉄獣スプライトの三択か。これもう純スプラがなくなるな、多分。純物、その、メルフィーか。メルフィー採用型、いや、その着替えるの枠がさ、ディーバーなのか、将来神とか、将来神なんのかな、どうなんやろね。使わないのに高速で、割となんとでもなる。あー、イベルツインもね、確かに。鉄獣スプライトはどうなんや。え、鉄スクはどうなん、鉄スク。これだけなんかティアラと、まあ今のそのメルヒーが死んだってことは、鉄スプはどうなんやろね。まあ鉄スプも先行制圧めちゃくちゃ強いからな。なんかシュライグプラス、シュライグっていうかその、リボルブプラスみたいなね、強い動きしてくるしね。鉄スプ強いけどむずいから流行らん。でも上手い人が使えば強いから。いやー、なるほどね。じゃあちょっと次見ていくか。人制限となるからのブラスター。まあ、これはもうわからんな。強欲で金満な壺、純制限。なんかあれやんな、マジでさ、まあこれはまずって言ってるけど、でも合金はね、マジで規制かけて正解やわ、ほんまに。このカードインチキやから、エクストラを使わないデッキの合金でも強欲な壺と何ら変わらへんし、これまた不安死んだな。不安死んだが、また不安、また死体蹴りされてるやん。え、合金、これ、不安、死体蹴りじゃない？まあ、ラビリンスと不安と、まだメタビーとかその辺か。そうやね、ラビリンスも弱体感やね。遠辺制限、で、合金も規制かかって、で、次、合金も規制かかる。誰や、右下のツボつっての。いや、合金なぁ。まあ、合金でも俺制限でもいいと思うけどな。純制限って書いてるけど、まあ制限でもいいよな、この感じ。強すぎるからね。いや、でもラビリンスも弱体感だからね。いや、でも合金はね、マジで制限でいいと思うわ。これはほんまに1枚でいいと思うけどな。他のツボみんなそうやし、金剣も合剣も、ゴードンだけが無制限に生き残ってるのか。まあ、この辺のツボマジでさ、もう、なんやろ、そのエクストラ使うデッキのツボはもう強欲なツボと一緒やから、これもよくないよ、これも。あれか、クシャトリラにも入んのか、一応な。で、次が、龍剣士ラスター P。龍剣士はね、今、パキケハロで、魔法王族の里、魔法王族の里、パキケハロで、あと何やったっけ。なんか今、龍剣士は結構強いよ、龍剣士っていうか、その、フィールドの方をサーチしながらいけるから、あ、でも俺、龍剣士ラスター P 悪いか。バリアンツに入らへんか、あいつか、あっちの方か。それバリアンツか。それはバリアンツ。滝気ハロー。超融合とディアブロ。まあでも龍剣士ラスター P